平野紫仕様の告白、ジャニーズ時代の苦悩と成長の奇跡。ジャニーズ問題を追求した文春の背景。ジャニーズ事務所が日本エンターテインメント界において巨大な存在であることは言うまでもありません。その創業者であるジャニー北川氏が2019年に亡くなって以降、事務所の裏側には様々な問題が存在していたことが明るみに出ました。 特に性虐待問題は表面化したものの、長らくメディアによって多重視されてきました。しかし、週刊文春、文芸春秋はジャニーズの裏側に迫り、性被害者の告発やタレントの交番劇などを毎週掲載し続けてきました。本記事では、なぜ文春がジャニーズを徹底的に糾弾したのか、その背景と真相に迫ります。 第一章 BBC ドキュメント番組の影響。2023年の3月、英国公共放送 BBC、プレダター、ザ・シークレット・スキャンダル・オブ・ジェイポップ、と題するドキュメント番組を放送しました。この番組は、ジャニー・北川氏の性加害問題を取り上げ、そしてなぜ日本の主要メディアがこれに沈黙していたのかを徹底的に追求しました。一方、 フミはルは1999ケラ2000年にかけてジャニーズの性虐待問題を特集し、その後もジャニーズ側との訴訟に直面しました。その結果、東京高裁はジャニー氏の性的虐待を真実と認定しました。これがフミハルがジャニーズ問題に強い信念を持つ理由の一つとなっています。 第2章文春の編集長交代と方針転換。近年、文春は加藤明彦氏が編集長を務めていましたが、今月から武田清氏がその公認となりました。 雑誌は編集長の下でいろいろな変化を遂げるものであり、前編集長の加藤氏はジャニーズの幹部を退任させることを最終目標に、ジャニーズに対する批判記事を連発していたと言われています。しかし、武田氏はこれまでのようなジャニーズ批判には力を入れない方針とのことです。 これが今回の最新号でジャニーズ関連の記事が一つも掲載されていない背景にあるとされています。第3章平野耀らの退場報道がきっかけとなった文春の報道。ジャニーズ問題をめぐる文春とジャニーズ事務所の対立は平野潮ら3人の退場報道がきっかけとなりました。 この報道では、キンプリメンバーが自身らの進路に悩む中、ジュリー氏から厳しい言葉を投げかけられたことなどが詳細に報じられました。ジャニーズ側は、フミハルの報道を虚偽だと主張し、異例のコメントを発表しました。その後、フミハルとジャニーズとの間には法的な戦いも展開されました。 ジャニーズ側への報復として、ふみはるは性加害問題の告発記事を被害者の声とともに連発し、事務所を追い込んでいったのです。第4章ジャニーズ問題の今後とふみはるの挑戦。編集長交代によって一時的にふみはるのジャニーズ批判がストップしましたが、ジャニーズ事務所は依然として厳しい状況にあります。ジュリー氏は、 ふみはるへの提訴についてどう思っているのでしょうか。ジャニーズ問題をめぐるふみはるの報道は多くの人々に衝撃を与えました。もしもふみはるが訴えられていなければ事務所の存続は揺るがず、批判もここまで徹底したものにならなかったかもしれません。ジャニーズ問題を徹底追求するふみはるの勇気に敬意を表し、 今後も真実を伝える報道に挑戦し続けることを期待したいと思います。ジャニーズを取り巻く状況がどうあれ、真実を明らかにすることこそが報道の使命であり、社会に。